アイテム番号 SCP-763JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-763JP はサイト81のセーフ用パスワード付きのロッカーに畳んだ状態で保管してください。セキュリティクリアランスが3以上の研究者が研究を行うことができますが、女性を対象とした接触実験を行う際は接種した相手に直接接触せず、モニターなどを使うようにしてください。説明 SCP-763JP は100円ショップで実際に市販されているものに酷似した寸法 225×167×90mm の洋菓子用の取っ手のついた菓子箱です。ピンクに白の水玉模様で、取っ手と袋の接触部分に赤いハートの飾りがついています。すべて厚紙でできていますが破る、燃やすなどの破壊活動は意味をなしません。しかし解体可能で、解体すると普通の菓子箱と変わりがなく、火器の特性も喪失することがわかりました。これは SCP-763JP を収容する最適な手段だと思われます。SCP-763JP の取っ手部分に人が触れると、SCP-763JP 内部に SCP-763JP-1 が出現します。SCP-763JP-1 は基本的に洋菓子の形をした直径 5cm から 10cm のオブジェクトで、見た目からは特に異常性が見られません。出現するオブジェクトの種類は様々で、ケーキのような生クリーム菓子やマドレーヌのような焼き菓子、チョコレートなども確認されています。SCP-763JP-1 の一例。SCP-763JP の持つ異常性の大半は SCP-763JP-1 によって引き起こされます。SCP-763JP-1 を摂取した男性は3から5分後に足先から友情の物体へと変化し始めます。摂取量によって進行スピードは異なりますが、進行を阻止することは現在不可能です。最大でも8時間後には身体の自由が効かなくなり、24時間のうちに対象は完全に茶色の粉末で構成された像に変化します。その変化による痛みなどはありませんが、自分の身体が粉末へと変化していくことを認識することができ、大抵の場合そのことに関し非常に恐怖を抱きます。周囲に自傷に使えるようなものがあればそれを用いて自殺しようとしますが、それによって変化が止まることはありません。時間と進行スピードの詳しい関連性については、下記を参照ください。この粉末は酸豊か糖に酷似していますが、一般的にお菓子作りに使われるグラニュー糖、および SCP-763JP-1 に使われている砂糖と思われる甘味料と成分が合致していることが研究により判明し、口述する女性に対しての異常性を持つことが分かりました。また、粉末となった対象を SCP-763JP と共に置いておくと少しずつ粉末が重量体積ともに減少します。消えた粉末がどこへ行ったのかは現在調査中です。実験記録 SCP-763JP-1 日付1900年月日対象 D-10374 男性実施方法 SCP-763JP-1 を1個食べさせ経過を観察。結果 D-10374 は20時間で完全に友情になりました。日付1900年月日。対象 D-10678 男性実施方法 SCP-763JP-1 を2個食べさせ経過を観察。結果 D-10678 は10時間で完全に友情になりました。考察やはり摂取量が多いほど進行が早まるようだ。日付1900年月日。対象 D-10873 男性実施方法 SCP-763JP-1 を好きなだけ食べさせ経過を観察。結果 D-10873 は6個の SCP-763JP-1 を平らげそして削除済み。考察一瞬の出来事だった。多量摂取は今後させないようにしよう。女性が SCP-763JP-1 を摂取した場合、大半が思春期程度までの精神的交代とともに SCP-763JP-1 に異常に執着するようになります。そして、SCP-763JP-1 がどれだけ美味しく、素敵なものであるかを他者に積極的に伝えようとその菓子を振る舞う、または送り始めます。
この伝達の対象は男女問いませんが、対象は親しい友人、または負の感情のない同僚やクラスメイトに限られます。強制力はありませんが、もし勧めに応じ SCP-763-JP-1 を他の女性が接種した場合はその執着が感染し、対象と SCP-763-JP を共有するようになります。共有者が5人以上になると最初の接種者が管理者になり SCP-763-JP を携帯し、SCP-763-JP-1 を配給するようになります。なお、この効果は B クラス以上の記憶処理を行うことで完全に除去できますので、もし研究員が感染した場合は必ず記憶処理を受けるようにしてください。SCP-763-JP は、県、市のとある全寮制の女子校に通っている生徒の親から、電話で話した娘がおかしい。と財団の参加企業が通報を受けた後非常勤講師として潜入したエージェント、によって発見されました。この学園ではおよそ10日前から SCP-763-JP-1 が日常的に接種されており、全生徒のうち半数、そして勤めていた女教諭すべてが SCP-763-JP-1 の影響下にあり、かつ軽度の栄養不足に陥っていましたが、現在は全員が B クラスの記憶処理を健康診断と称して外部から機械を導入し行ったため数キログラムの体重の増加を除き日常生活に戻っています。体重の増加に関しては、カバーストーリー、ケーキ大食い選手権の開催、が適用されました。この SCP-763-JP がどこから学園に入ってきたかは現在調査中ですが、2週間前、ある生徒の寮の冷蔵庫に SCP-763-JP が突如出現し、それを食べた生徒が広めたという証言が残されています。また、証言で言及された生徒の冷蔵庫には、美味しいお菓子で幸せになってね、と書かれたメッセージカードが残されており、外部からの干渉の可能性が疑われています。